やったよカービィ、僕の船にオールが戻ったよ。これもカービィのおかげだよ。本当ありがとう。この調子で引き続きパーツ集めをよろしくね。人使いが荒いな。あとエナジースフィアも集まっているかな。ちゃんと僕のために集めてね。たくさん集まると船の中の壊れた扉が直ってみんなで遊べる超楽しいサブゲームや、好きなコピー能力が選べるコピーお試し部屋とか可愛くないな。他にもチャレンジいっぱいの特別なメッセージが遊べるようになるよ。エナジースフィアがあれば世界も支配できるよ。だから見つけたらどんどん集めて。え、なになに、もうスフィアを13個集めた。すごいよカービィ。てん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 、な、誰。スフィア15個でサブゲームの一撃手裏剣道場がオープンしたよ。船でみんなで遊べるよ。遊ぶとしたら一人で遊ぶわ。スフィア25個で船の扉が直ってVIPチャレンジがオープン。一人用の特別なステージだよ。ぼっちも安心だね。一人でもともと遊ぶから友達がいるとかいないとか関係ないよ。やったよカービィ、僕の船に右ウィングが戻ったよ。パーツが揃って船が飛べるようになったら君を僕の故郷に連れてって行ってあげるよ。僕の故郷はなんかブップランドみたいに平和で綺麗な星してるよ。僕の故郷は春かどうくん、春かどうくん、春かん、なんでもない。この星とつながっている異空間ロードを抜けた先にあるんだ。すっごく遠くにあるけど、この船が完成したら一飛びだよ。だから楽しみにしてってね。本当、ただただ楽しい星に招待してくれるだけだから楽しみにしとくわ。落ち着く配信者を目指すならさっきみたいに、いや僕らの前はマホローだよみたいな声出さない方がいいんだわあんま落ち着かなそう。いや出すけど。スフィア40、イカスフィア40個でコピーお試し部屋がオープンしたよ。試し打ちしててね。ネズミランドのネズミ。僕ネズミやめとけ。おかえりカービィ、左ウィングが戻って翼が揃って嬉しいよ。これで見た目もだいぶ様になってきたけど、まだ2つ足りないからさっさと集めてきてね。あと2つ足りないんだよ。何回も言ってるでしょ。ヤギローラとローアが飛べるようになるよ。完成までもう一息。完成したら故郷に連れてってあげるから、それを励みに頑張って早く冒険行ってね。たまにスフィアローパーっていう怪しいやついんだよ。でしょ、やつはもともと異空間に住んでいる謎のモンスターで、で出しやすい声で甘えるな。スフィアのエネルギーが大好物なんだ。だからこの星に来たんだろうね。やつが奪い去ったスフィアも全部取り戻して僕のために働いてねカービィ。僕だって遊んで待ってるだけじゃないんだからね。この後どうやってポップスターを支配するか。なんでもない。新しい話してくるんだよな。楽しいんだな魔法のトンカ。今僕もたくさん旅をしてきたけど、この星はすごいよ。資源がたっぷりだよ。君みたいなお人よお人よお人よ、君みたいなお人よ。いやいや親切な人がいるなんてね。無吉ではない。お人よお人よ、あれ怪しいな。お人よ、あれマホラーさん、あれお人よって何ですか。親切な人で言い直して、ちょっと妙だなカービィにはほんと感謝するよ。ブラボーブラボー。カービィやったね、ついに船にファイアーエムブレムが戻ったよ。残りのパーツはいよいよあと一つだね。完成したらこの船で僕の故郷に連れてってあげるよ。長い旅になったけど、この星に来られて君にも出会えて、なんだかんだで楽しい思い出になりそうだね。本当に本当に感謝の気持ちでいっぱいだよ。本当に本気で言ってるんか。感謝の気持ちでゼフィア70個で船の扉が直ってウォーターチャレンジがオープン。一人用のぼっちにも優しい特別なステージだよ。睡眠妨害してください。わかった。じゃあ
マホロアの声で実況するよ。コウモリが1回出てきて怖いよ。ノリなんかでかくない、でかくない、ちょっと倒さずに許してあげる。ちょっとやめるわ。の喉がね、あの大事な時のために取っておきたいマホロアボイス。の喉がやられる。今出せたら大事な時にマホロア声が枯れちゃって、ちょっとねしょぼろになっちゃう。うん、やっぱやめとこう。喜んでよ。直してあげたんだから。大変だったよ。おう、カビ、やったよ。ついに、僕の船が、元の船に、元の姿に戻ったよ。オールに、みんな二つ、ファイアーエムブレムに、マスを、完璧。うん、この時を、どれだけ、待ち望んだことか。なんかちょっと言い方怪しくないこれ。君には、本当に、本当に、感謝するよ。じゃあ、約束の、僕の故郷、春研究、ハルカンドラに招待するよ。ハルカンドラはこの世界とは違う別の世界にあるんだ。すっごく遠くにあるけど、この船ノアならあっという間のひとっ飛びだよ。楽しい故郷だからバカンスしに行こうよ。よし、そうと決まれば全は急げだね。早速ハルカンドラに向けて出発。ポチ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 ピン。よし、行くぞ。空間の遥か彼方遠くにこの船なら一心できる。おぉ、さすが、さすがロア様。ロア様、ロア様。船に様をつける男。行くぞ。チューン。すごい、なんか、変なの飛んでるよね。怪しいな。わぁ、なんだこの星は。なんか、思ってたのと違う。こんなんバカンスできないよ。荒れてる。とりあえず、ね、行ってから。なんか変なドラゴンいる。わあ、なんか攻撃してくる。やべえ、やべえ、なんか、殺意増しましや。なんで、何も悪さしたよ。なんで攻撃に、あの、野蛮なドラゴン、しばかなきゃ。ああ、怖いよー。ああ、なんであのドラゴン、マホロワちゃん何あれ。あんなん聞いてないよ。何説明してよ。せっかく直してもらった船がまた壊れちゃう。うわー、どうしようどうしようどうしよう。あー、危険です。このドラゴン危険です。うん、落ち込まないで。しゃあないな。あれ倒してあげるよ。うん、あれお手を倒せばだね。故郷が平和になるってことなんじゃない。ありがとう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 。カービィ、またあいつにやられちゃったよ。あのドラゴンの名はランディア。ランディア好き、わかる。この星に昔からいてずーっと眠ってたんだけど。おはよう。最近になって急に目覚めた暴れん坊なんだ。お願い、今度はあのドラゴンをやっつけちゃってよ。これが最後のお願いだよ。頼んだよ。まあ最後の直すじゃないけどさ。倒した後に何が起こるんだろうな。あいついきなり攻撃してくる。超怖いし、もうコリコリだよ。僕のためにも早くあいつをやっつけてね。ハルカンドラにもエナジースフィアを落っことしちゃったから、また見つけたら集めてきてね。人使いが荒いな。ほんと君には頼りっぱなしで感謝するよ。感謝するよ。おかえりガービー。これでドラゴンの住む山まであと一息だね。あの恐ろしいドラゴンランディアはなんか首が4本あって変だよね。あはは、灼熱の炎に包まれたこの星の果てにある火山のてっぺんに住んでるんだ。この先もっと険しい道になるけど、君ならきっと大丈夫。早くあいつをコテンパンのボコボコのギッタギタのゲッチャギチャにやっつけてね。はい、ランディアはなんで攻撃してきたのかな。なんでだろうな。なんでだろうな。マホロは、胸に手を当てて考えるんだ。きっと答えはあるはずだ。思い出して。いきなり僕の船見投げて攻撃してくるなんて不思議だね。僕に何か恨みでもあるのかな。なんとか不時着できたからいいけど、ほんと怖いやつだよ。うん、120個全部集めてくれるなんてすごいよカービィ。ブラボーブラボー、君にはほーんとにほーんとに感謝するよ。船まで直してくれてご苦労様。全部集めてくれた俺にちょっとした秘密を教えてあげよう。一体何を話すんだこの卵。この船ローアはハルカンドラに古くから伝わる船で、
大昔の人たちが作り上げた伝説の船なんだ。彼らはもういなくなったけど、不思議な力でこの船にも他にも銀河を飛ぶ夢仕掛けの星や、でんででんでれれんでんでんでれれれれれれ、夢を生む不思議なアイテム、スターロット、いろんな世界で伝説になるようなすごいものをたくさん作ったらしいよ。この船も僕がランディアの住む火山から発掘して勝手に利用してるものだけど、きっと世界を支配できるよ。あ、でも船じゃないか。え、世界を支配できるようなもっとすごいアイテムもあるはず。テンション、マホラーテンション上がってそう。これがマスタークラウンのことか。ランディアは多分そんな伝説なアイテムを独り占めしてるんだよ。邪悪なドラゴンめ、やっぱりあいつは邪魔者だよ。早くやっつけちゃおうね、星のカービィ。いい、いやいいね。え、だだなんか実は君のこと昔から知ってたみたいに、さっき言ったら飛ばしちゃったけど、トーイポップスターにいるという食いしん坊でのんきで間抜けなヒーロー、星のカービィ。僕の知り合いにも君のことよく知ってるやつがいるくらいだよ。同じ魔から始まりそうなね、ピエロみたいなキャラが。君ってこの世界でも大人気なんだよ。クッ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 ク、何その笑い方。中には君と喧嘩しちゃったやつもいるらしいけど、ほんとバカだよね。仲良く友達になればみんな幸せになれるのに、なんで裏切りとかするんだろうね、バカだよね。ブーメランではやっぱり喧嘩は良くないよ。だからこれからも友達でいてね、カービィ。でもな、先の展開、これからも友達でいてね。なんで裏切るんやろうな。よーし、エンディング、感動のエンディング、やった、邪悪なドラゴンを倒したぞ。ポケモンもね、ゲーチス倒したら終わりだったからね。こっちもそうっすよ。はい、よーし、なんか王冠落ちた。何これ、誰、後ろの3人誰、知らないキャラなんだけど。誰ですか、操作してないんだよな。デデデが最初に気づいた。あー、ブラボーブラボー、さすが星のカービィ、よく邪魔なドラゴンランディアを倒してくれたね。おお、ついに手に入れたぞ。声の調整むず。これぞ無限の力を持つマスタークラウン。そうさ、狙いは初めからこのクラウンだったんだよ。なんて顔してるんだい。じゃあ全部教えてやるよ。ランディアとの戦いに負け、逃げた先がポップスター。そこで僕は考えた、あのランディアを君に倒してもらおうとね。かわいい。おまけに船まで直してもらえて、ほんと感謝するよ。クックック、これで僕はこの星の、いや全宇宙の支配者となるのだ。ここね、変身すると字幕変わるんだよね。字幕フォントが変わるんでね。そう、まずは手始めに君らの星、なんかかっこよくなるフォントが、ポップスターから支配してあげるよ。終わりじゃ。よーし、まあ悔しいけどね、あれ普通のフォロワー EX が倒したかったけども、はい、フォロワーちゃん、王冠割れて天に召されていく。死んだんじゃないの。死んでないんだけど。これ明らかにさ、死んでるように見えるけど、なんかね、生きてるんだよね。